はいどうもカパ園長ですじゃあ最後はねある意味今日一番力を入れてお届けしたい内容だったりするんですけど不良外来種、ね、不思議だと思いませんか不思議というか納得いかないと思いませんか納得いかないと思うとおかしいななんでこんなにも、ね、我々日本人日本国民がひでえ目にあって命まで奪われて 日日本国内で今日も見ました北海道札幌でまたまたシナ人に日本人殺されましたからねふざけんなとでも政府も自治体も、ね、役所のこのねポンコツ官僚ども役人どももね警察だって現場のね、うん、末端の現場の人はそらをっ捕まえて逮捕しますけども結局そこから先ね謎の不起訴が連発されたりとかさ ね、あるいはこの報道は報道でさ、ね、うん、なんとか席、中国席とかさ、ね、この韓国席とかさ、なんたらそれもなし、ね、外国人がみたいな、そこでやめてみたりとかさ、とにかく日本社会が、あ、我々、ね、日本まれ、日本冊子の日本人、日本国民、一般の、ね、我々日本国民ではなくて、ね、例えば政治や連中とかね、官僚、役人どもとかね、こういうやからが、 ことごとくね、かばい立てするっていうかさ、ね、むしろこの手先っていうか、成り下がってますよね。我々日本人の日本国民を守ることを放棄してるようなやからばっかりだよね。いまだに止まらないじゃん。不良外来種のこの入国増殖が。何やってんのって、思いませんこれはもう好き嫌いの話じゃないですよ。うん。当然、差別でも何でもないですよ。差別でもヘイトでも何でもないですよ。 我々ね日本人日本国民の日本社会なのになぜか日本国内でね堂々と不良外来種に日本人が命を奪われてるんですよ毎日なんで止めねえのって思うんですよでね例えば外国人労働者という名の不良外来種言ってみればこの犯罪者予備軍だよなこんなもん 受け加速するんですようんあの市場内閣でもね何が特定技能枠だよなふざけんなよ、えー、5年で2.4倍82万人に拡大するんだってで在留期間に上限なしの特定技能2号あ増加で、えー、要は永住者の増加も見込まれるだってさどう思います普通にもこれ以上増やすなって思いますけども もうずーっとだ、だって例えばほら、技能実習、技能実習、あ今、技能実習じゃないっけ、もう失踪がね、例えばこの9753人で過去最多なんていうニュースが、もう定期的にこの、ね、更新しながらこの飛んできてるわけじゃないですか、はあ、ここ数年、毎年。だからさ、<laughs> もう最初からこう思ってましたけど、じゃあ来ましたよと。ね。 でその来たやつら不良外来種どもが、ね、じゃ犯罪にこの手を染めた、うんギャンね、それぞれの,このギャング団に合流してさ、ね、窃盗団ですよと強盗団ですよと、うん、実際そういう被害が全国各地で起きてるわけじゃんさあ出荷だっていう直前に梨が何百個も取られたりとかしてましたよね今年もね、うん、取り締まれねえじゃん 何かあった時にえ、日本人、我々日本人、日本国民の安心とか安全とか、ね、財産とか命そのものだったり守れねえんだもん。守れねえのに次から次へと呼び込んでんだよね。しまいには埼玉川口市長なんかそういう、うん、違うな。前の前の前の法務大臣とかだっけいや、そういう目で見るなみたいな。差別だ、ヘイトだみたいな。何様だ、お前っていうね。うん。だどう考えても、この日本社会。 ねえ特にこのなんか政治や連中、ね、え我々日本人日本国民を守る気はゼロだよねえだって現実守られてないじゃんうん一体どこの誰の何のための政府なんだよって まあ真面目にこの仕事するなり勉強するなりねそういう人たちはまあ100歩譲ってよしとしましょうね例えば、解体業とかさ現場作業員の人ね人手が足らないわかりますよ介護とか建設とかこの運送とかサービス業とかまあ製造業全般ですかうん大変ですよとうんただね現状我々日本人の日本国民がねうんあの脅かされている。 日常生活を脅かされてる。この問題を放置したままどん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 、ね、増やすことだけ進めるっていうのは違うと思いますよ、ね、不良外来種の犯罪をえだって犯罪起きてるじゃん、うん、だ,からだからこそ犯罪者予備軍だって言ってるんですよ、ね、失踪外国人もう1万人でしょ、うん でその犯罪を犯した輩を、ね、逮捕された、ね、でも不起訴にするで、しかも理由は説明しない、こんなもん納得できるわけがないんだよね、だから不起訴の理由を明確にして、まあこれも理由分かってますけどね、うん、結局このなんか取り締まる側の,なんだろうの現場の問題もあったし、要はこの取り調べがもうそもそも進められないと、何言ってるか分かんないから。 で、なんだかんだね、この話が分かるやつをこう探して、捕まえて、ね、連れてきてってなんだかんだ準備してる間に時間が経っちゃうからもうどうせ無理だから無駄だからっ,つってリリースするっていうのもあるしあとはね、確実に、ね、証拠を押さえて確実にうん、えー、罪に問うで、それができないんだったらっていう要はこのてめえのこの経歴にこのケチつくのを嫌がるね、この検察側がさうん、 あとなんかもう1つ2つなんか理由があったような気がするんだけどだ要はここでも結局はね我々日本人日本国民にとってどうなのかっていうのはもうまるで無視されてんだよねだから現場都合だよ結局はじゃあそれやれるように準備してからにしてくんねえかなって話だよな何言ってっか分かんねえんだったら分かるやつをきっちり揃えてからにしろよ だから通訳が足りません。ね。足らないとこから呼ばないようにルール決めろよ。って思いますけどね。お構いなしに次から次へとアホみたいに連れてくるだけ連れてきて、うん、で、思いようにこのピンハネしてさ。うん、結局、これだって利権でしょ。うん、だから買いのために日本を売り飛ばしている輩が山ほどいるからでしょ。うん しかもこの僕もこれまでチャンネルの動画でね、ちょいちょい取り上げさせてもらったこの神戸市議会議員のこの上畑紀弘議員っていらっしゃいますよね、この方がまたなんかね、面白いこのなんかあの指摘をされていて、これも結構やばいよね、聞いたことある人は聞いたことあると思いますけど、この国交省が、またそうか国交省ですよ、全自治体に市営住宅を外国人住民にも提供しろっていう通達を出してるんですよ。 外国語でも入居案内しとけって通達出してるんですよ全国の市営住宅は日本国民のために存在してるんですけどそれをね創価公明創価国交省はね、うん、不良外来種の拠点に使わせろっつって解放を指示してるんですよふざけんなよなでさっきもちょこっと言いましたけども北海道で今日もまた ね不良品人に、えー、日本人が殺されましたよ一人三人ひでえ目にあってうち一人が亡くなったんですかねもうさ本気で本気で日本をね我々日本人日本国民のための日本社会をね守る気がある人だけまあ無理なんだろうけどないやもうだって 政治はもう使い物にならねえし、な、ね、んだったこの不良弁護士ももう敵側だし、うん、で検察も当てにならないし、ね、え警察はだってもう命令がねえ、このねえ、あのー、日本国民じゃなくて外来種を守るようにこの命令されたらもうそのように動くしかねえし、訴え出て,てったってねえ、ね、うん、証拠がねえとか言って、突っ放られちゃうんだろ、うん、えじゃあ、われわれどうすればいいんだよ。 もう自分で自分の身を守るっつったって徒党を組んだこの不良外来種の,この窃盗団とか強盗団とかギャング団なんてもう個人でどうにかできる相手じゃないぞもうそれこそあの川口の自警団みたいなねあれをもっともっとなんか全国的なこの規模拡大して、うん、それこそもう何十万とか何百万なんていうなんかそういうスケールにしなきゃしょうがないよな いや本当ひどいねまさかと思ったけど、ね、毎日連日日本国内で不良外来種に日本人が命奪われるなんて日が来るとは思わなかったぞ、はあ、でねこれはまた違うよその国なんですけどもこれもかなりやばいことが実は起きていてスイスでね中国人のこの武装集団が、ねまあ、子供たちを襲撃したんですよだからあの中国でほら日本人が命奪われたじゃん少年が。 あれと同じことがスイスでも起きてるんですよで全員病院に緊急搬送、ね、スイス国民が中国人武装グループを、ねまあ、スイスではでも民間防衛が何とかかんとかあったじゃん、まあ、スイスではスイス国民がこの中国人の,この武装グループを鎮圧制圧したらしいんですけども日本はどうかなやばいんじゃないの ね政治や連中も当てにならない、ね、役所の役人官僚も何にも当てにならない、ね、国会議員もだめ、ね、都道府県知事もだめ区市町村も長、ね、もだめ議員もだめドイツもこいつもだめ <laughs> 警察も当てにはできないもうあとどうすりゃいいんだよな本当な、はあ、困ったことになってますよ本当と,ということでね今回は以上です